誕生日の箸置きの第2弾としてリボンの箸置きをご紹介したいと思います。このように、ちょっと柄付きのプリントしたものを使ってあげるととても可愛くできると思います。では早速作り方をご紹介していきたいと思います。まず最初にご用意いただくのが 7.5cm×7.5cm の折り紙になります。これを三角に半分に折ります。さらに半分に折って尾線をつけていきます。そして一度広げます。このように線が入りました。この中心に向かってこの手前の点を合わせて折っていきます。はい、上下をひっくり返して手前の点が、中心に来るように折ります。はい、今度はこの辺が、同じく中心に来るようにもう一度折ります。上下を逆さにして同じようにこの辺が中心に来るように折ります。はい、このような形になりました。そしたら、中心で縦に、半分に折るようにします。そしたら今度は横に半分に折ります。今度はこの中を開いてこの点がこの真ん中の線に合うように合わせながら折りつぶしていきます。これを一度上に折り上げてあげてから反対側も同様に中を開いてこの角が中心に来るように折りつぶしていきます。戻します。はい、このような状態になりました。今度は、この袋になっている方をここの線で一度折り線をつけてあげます。線ができました。そしたら、この2枚あるうちの手前の方をその線で折ってあげて反対側もこの線で同じように折り返してあげます。今度は
この点がこの中心に来るように斜めに折ってあげます、上も同じように中心に来るように裏返して同じようにこの点とこの点が中心に来るように斜めに折ってあげます。はい、このような形になりました。そうしましたら、これをそーっと広げて、真ん中を少しずつ潰しながら広げてあげると、折り紙のリボンの完成になります。今回お誕生日ということで、ここにメッセージを書いてあげるととてもいいと思います。このようなサインペンでメッセージを書いていきます。そしてそこに箸を置いてあげれば、はい、折り紙で作る、リボンの箸置き、完成しました。ぜひ、お誕生日のパーティーなどでやってみてください。最後まで見ていただきましてありがとうございました。